This is Radio Bird 82.5 FM. FM Tutori. Radio Bird's special program. Around the Tutori. Around the Tutori. Coming to you live from somewhere in Tutori. To all over the world. With Ustream and FM Radio. This is Radio Bird's special program. Special program. Around the Tutori. Around the Tutori. Gainare Tutori. Home Game Radio. Home Game Radio. さあ時刻は午前11時を回りました。皆さんお元気でしょうか。 FM ドットリーレディオバードの高田恵子です。昨日の雨そして風がいいお天気になりまして、ガイナマン今日もよろしくお願いします。さあ、こちらのトリギンバードスタジアムバックスタンド裏にありますグリーンスクエアからこの後キックオフまでの午後1時までの2時間にわたって公開生放送でお届けしていきます。ここでですね、まず現在お車でこちらに向かっていらっしゃる皆さんにパーキングインフォメーションをお伝えしたいと思います。現在ですね、倉田スポーツ広場の駐車場、こちらはまだ余裕がありますが、その他の2つ新津野井工業用地、そしてもう1箇所、がですね残り20台ほどということになっておりますので、皆さんぜひ倉田の方にまずはお回りいただくか、駅前にあります10箇所の定型駐車場、こちらをご利用いただきたいと思います。定型駐車場10箇所はこの後ご案内いたしますので、そちらを要チェックでお願いしたいと思います。ということでガイナマン、たくさんのサポーターの皆さんがね、こちらの方に駆けつけてくださるということで、今日はですねこの後午後1時にキックオフとなりますガイナーレ鳥取のホームゲームヴィッセル神戸戦キックオフまでの時間、お車でトリギンバードスタジアムへ来られる方も、先ほどもありましたパーキングインフォメーションをはじめ、トリギンバードスタジアム名物スタジアムグルメジーズデリの注目店をご紹介するレポート、その他にも番組の名物コーナーですガイナーレ鳥取の選手の方、そして強化部スタッフの北さん、さらにレディオバードサッカーご意見番のフリースポーツライター石倉さんをお迎えしてのトークショーなど交えながら内容盛りだくさんでね、お届けしていきたいと思います。さあ、そして今回のこの公開生放送もラジオだけではなくてユーストリームを使って映像でもお届けしております。会場の熱気盛り上がり、音だけではなく映像でもぜひご覧ください。現在私とガイナマンが映ってますでしょうか。イエーイ。さあということで、こちらにですね iPhone や Android 携帯パソコンからアクセスしてぜひチェックをよろしくお願いします。ガイナマンが何か書いてる。はい。さあ、そしてこちらのユーストリームの映像なんですが、 iPhone、Android 携帯などのスマートフォンの方、それからパソコンの方も FM 鳥取のレディオバードのホームページ、こちらのトップページからご覧になっていただくことができますので、ぜひこちらをチェックしていただきながら皆さん一緒にお楽しみいただきたいと思います。さあ、それではガイナマン行きましょう。この後午後1時までの公開生放送ガイナル鳥取ホームゲームレディオ、ぜひラジオでそして映像でお楽しみください。Radio Bird Special Program. Special Program. Gainare Tutori. Home Game Radio. Home Game Radio.
Radio Bird. Radio Bird. Real-time traffic and parking information.それではここでお車でトリギンバードスタジアムへお越しになる方へ駐車場情報をお届けするパーキングインフォメーションです。バードスタジアム周辺にお車を駐車しようという方にお知らせです。本日の臨時駐車場はグッドヒル本社の臨時駐車場、そして倉田スポーツ広場の臨時駐車場、さらに新角井工業用地臨時駐車場の3カ所となっています。また現在駅周辺にいらっしゃる方でこれからトリギンバードスタジアムへお越しの方は鳥取駅周辺の定型駐車場にお車を停めて鳥取駅南口発のシャトルバスでトリギンバードスタジアムまでお越しください。では鳥取駅周辺の定型駐車場ご案内していきます。まず1カ所目、鳥取市本町の鳥取県産業会館鳥取商工会議所ビル駐車場、そして鳥取市今町ホテルニューオータニ横にある鳥取駅前駐車場、鳥取市境町の本通りパーキング、鳥取市弥生町のパレット鳥取、鳥取市境町のワクワクパーキング、そして鳥取市末広温泉町の日光パーキング、こちらは1階のみとなっています。さらに鳥取市永楽温泉町シティパーク永楽温泉町、鳥取市富安の日の丸産業駅南パーキング第1第2、鳥取市幸町の市営幸町駐車場、最後10カ所目、鳥取市今町の大光パーキングとなっています。こちらの定型駐車場をご利用の方でガイナーレ鳥取のホームゲームを観戦の方は6時間駐車料金が無料となるチケットをトリギンバードスタジアムでお渡ししています。お車を止めた駐車場のパーキングチケット、こちらを忘れずにお持ちになってスタジアムのバックスタンド裏にある総合案内所までお持ちください。こちらで無料チケットを発行いたします。繰り返しお伝えします。こちらの定型駐車場ご利用の方でガイナーレ鳥取のホームゲーム観戦の方は6時間駐車料金が無料となるチケットをトリギンバードスタジアムでお渡しします。お車を止めた駐車場のパーキングチケットをスタジアムのバックスタンド裏にあります総合案内所、こちらまで忘れずにお持ちになって無料チケットをお受け取りください。以上パーキングインフォメーションお伝えしました。ラディオバードスペシャルプログラム、ガイナレイトトーリーホームゲームラディオ。
Radio Bird Special Program. Gainare Tatori. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio. FM 鳥取をお聞きの皆さん、こんにちは。ガイナーレ鳥取、背番号25番の奥山康弘です。さて、いよいよこの後13時から第38節、現在首位のヴィッセル神戸との戦いになりますが、まずはどんな戦いになりそうでしょうか。やっぱり神戸さんは今首位走ってて、まあめちゃくちゃ強いんで、まあうちが我慢して、まあ1点取り切るみたいな、そういう戦いしていきたいなと思います。粘って粘ってという感じですね、はい、この戦いに向けて強化をしてきたところはありますか。まあ、やっぱり神戸さん専用のディフェンスっていうか、神戸相手に対してどう守るかっていうところを今週はやってます。手応えはどうですか。いや、まあ福岡戦の時もリードを して勝ちきれなかったんで、まあ集中してやってます、はい、それでは今シーズン今日の対戦を入れて残り5試合となりました。意気込みをお願いします。やっぱり今必要になってくるのは勝ち点3だけだと思うんで、まあいっぱい点取って集中して守って、本当勝ち切る戦いをしていきたいと思います。では最後にサポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いします。残り試合少ないですが、チームも選手も全員全力で戦うので、サポーターの皆さんも熱いサポートをお願いします。Radio Bird Special Program. Gainare Tatori. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.
Radio Bird. Real-time traffic and parking information. それではここでお車でトリギンバードスタジアムへお越しになる方へ駐車場情報をお届けするパーキングインフォメーションです。バードスタジアム周辺にお車を駐車しようという方にお知らせです。本日の臨時駐車場はグッドヒル本社の臨時駐車場、そして倉田スポーツ広場の臨時駐車場、さらに新角井工業用地臨時駐車場の3カ所となっています。また現在駅周辺にいらっしゃる方で、これからトリギンバードスタジアムへお越しの方は、鳥取駅周辺の定型駐車場にお車を止めて、鳥取駅南口発のシャトルバスでトリギンバードスタジアムまでお越しください。では鳥取駅周辺の定型駐車場ご案内していきます。まず1カ所目、鳥取市本町の鳥取県産業会館鳥取商工会議所ビル駐車場、そして鳥取市今町ホテルニューオータニ横にある鳥取駅前駐車場、鳥取市境町の本通りパーキング、鳥取市弥生町のパレット鳥取、鳥取市境町のワクワクパーキング、そして鳥取市末広温泉町の日光パーキング、こちらは1階のみとなっています。さらに鳥取市永楽温泉町シティパーク永楽温泉町、鳥取市富安の日の丸産業駅南パーキング第1第2、鳥取市幸町の市営幸町駐車場、最後10カ所目、鳥取市今町の大光パーキングとなっています。こちらの定型駐車場をご利用の方でガイナーレ鳥取のホームゲームを観戦の方は、6時間駐車料金が無料となるチケットをトリギンバードスタジアムでお渡ししています。お車を止めた駐車場のパーキングチケット、こちらを忘れずにお持ちになって、スタジアムのバックスタンド裏にある総合案内所までお持ちください。こちらで無料チケットを発行いたします。繰り返しお伝えします。こちらの定型駐車場ご利用の方でガイナーレ鳥取のホームゲーム観戦の方は、6時間駐車料金が無料となるチケットをトリギンバードスタジアムでお渡しします。お車を止めた駐車場のパーキングチケットをスタジアムのバックスタンド裏にあります総合案内所、こちらまで忘れずにお持ちになって無料チケットをお受け取りください。以上パーキングインフォメーションお伝えしました。ラディオバードスペシャルプログラム、ガイナレイトトーリーホームゲームラディオ。さあ時刻は11時20分になろうとしています。 FM 鳥取レディオバードのお出かけ公開生放送、ガイナーレ鳥取ホームゲームレディオ、トリゲンバードスタジアムのバックスタンド裏にありますグリーンスクエアから公開生放送でお届け中です。さあそしてこちらのステージには本日のホームタウンでよく組まれてます北栄町さんから、北栄町観光 PR スタッフの谷口さんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。いいお天気になりましたね。はい、よかったです。台風がそれくらい。そうですよね。さあそして今日はですね、北栄町ホームタウンデーということで、こちらのですねグリーンスクエアからすぐ近くのところに北栄町さんのブースが出ております。上に青山豪商ふるさと館のコナン君の上りが立っておりますので、そちらが目印になっているんですが、まずは谷口さん、はい、北栄町というのはどんな町なのかご紹介ください。はい、北栄町はですね、あの2つあの有名なものがありまして、はい、農業の町として、特にあのスイカが、西日本、トップクラスということで、有名ですし、あともう一つがですね、先ほどありましたけれども、名探偵コナンの作者である青山豪昌先生の出身地ということで有名になっております。はい、もうあの町中にコナン君が、はい、溢れているという感じになっているんですが、実はですね先ほど話にありましたその農産物ということで、今日はなんか北栄町のブースさんはすごくいい匂いがしてるんですよね。はい、そうですね、今日はですね粘りっこという長芋の品種を持ってきまして、はい、それを、その場で揚げてですねフライドポテトにして売っておりますので、皆さん、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、粘りっこっていうのは山芋、長芋、長芋の一種、はい、ということは名前の通り粘りが、そうですね、とろろにするととっても粘りがある。美味しそうですね、はい、そして今日ね提供いただいてますフライドポテト、はい、こちらもかなり美味しいらしいじゃないですか、はい、そうですね、とってもホクホクで
軽く塩を振って食べるともう最高ですね。すごいですね。ねばりっこ、じゃあ本当にとろろにしてもいいし、揚げてもいいし、いろんな食べ方ができるんですね。はい、いろいろ食べ方あります。レシピも用意しておりますので、もしよろしければ、はい、ブースの方に来てください。はい、さあそしてもう一つ、お子さんたち今日は非常に多いんですけど気になっている方も多いと思います。青山剛昌先生のふるさとということで、はい、青山剛昌ふるさと館、はい、こちらの方もやっぱりね、お子さんたちには大人気ですよね。そうですね、うん、まあ、年間8万人ぐらいお客さん来ていただいて、はいはい、とてもコナンファンの方に愛されていると思います。はい、そして今日はですね、この後こちらのステージでそのコナングッズをかけた、はい、じゃんけん大会、はい、じゃんけん大会を行います。はい、ということでぜひお子さん連れの方も、それから大人のコナンファンの方もぜひご参加いただきたいと思います。このオンエア終わった後すぐに行いますので、ぜひ、ね、こちらの方もチェックしていただきたいと思います。さあということで、では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まあ、先ほども言いましたけれども、北栄町農業と、あとは、名探偵コナンの作者の青山剛昌先生の出身地ということで、記念館を開設しておりますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、わかりました。ではラジオちょっとこの後一旦曲に入らせていただきますが、ステージ上この後じゃんけん大会行いたいと思います。谷口さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ラジオバードスペシャルプログラム、ガイナレイトトーリーホームゲームラディオ、With Ustream and FM Radio。
Radio Bird Special Program. Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. Home Game Radio.レディオバードスペシャルプログラムガイナーレ鳥取ホームゲームレディオということで、鳥源バードスタジアムバックスタンド裏にありますステージから公開生放送でお届けしております。さあ、ステージの方では先ほどの北栄町のじゃんけん大会が現在開催されているんですが、ここからはジーズデリーの注目グルメご紹介していきたいと思います。ということで、まずはじめは、こちらはメインスタンドの方の、ブースからお越しいただきましたダイメグさんです。こんにちは。お名前を教えてください。塩見剛。塩見さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、ダイメグさんからは今回は何をご紹介いただけるんでしょうか。ドイツ風のパンで、ジャーマンポテトのライ麦パンです。ジャーマンポテトのライ麦パンということで、ではちょっと主食担当のマヤちゃんにパンを渡していただいて。はい、はい、じゃあその間に塩見さん、これはどんなパンなんでしょうか。ですね、まあ、ジャーマンポテト、芋、じゃがいもですね、じゃがいも、ドイツの名産のじゃがいも、胡椒と一緒に炒めまして、玉ねぎと、それをドイツ産のライ麦のパンで包み焼き上げました。チーズをかけて焼きました。なるほど。ということで、この時間はですね、ガイナーレ鳥取から広報の中山さんもまたまた参加していただいてますが、ようやく紹介があった。今日忘れられてるの。大丈夫。中山さん、まやちゃんに味を聞いてください。まやちゃん、どう。ポテトとベーコンがとっても美味しいです。味がしっかりしてます。ポテトとベーコンがとっても美味しそうです。これパンはライ麦パン。そうですね、ライ麦パン 100% はかなりちょっと癖があるので、小麦8割、ライ麦2割を、配合しました。そうですよね、ライ麦だとちょっと癖があって食べづらいかなという感じもあるんですけど、その辺を抑えてあると。そうですね、はい、一般の方にも召し上がれてもらえるようにちょっとライ麦は控えました。なるほど、さすがですね、パン屋さんということで。中山さんも今黙々と食べましたね、知らない間に。とてつもなく美味しいです。本当ですか。結構ビールのおつまみとかお酒のおつまみ、胡椒が結構効いてますので、はい、おつまみにぴったりのパンだと思います。ジャーマンポテト、もともとビールのおつまみですもんね。そうですね、はい、そうです、はい。これちなみにお一つおいくらなんでしょうか。一つ250円です。はい、わかりました。結構じゃあ250円だったらボリュームありませんか。ね、ボリュームあると思います。はい、1個でお腹いっぱいになりそうなダイメグさんのジャーマンポテトのライ麦パンということになっております。ライ麦控えめということで食べやすくなってますので、ばあちゃんが黙々と食べてますね。ばあちゃん、なんかある。もう美味しくて止まらないです。うん、ありがとうございます。美味しくて止まらないと。さあ、ということで、こちらのダイメグさんはメインスタンドの方に車が出てますよね。はい、ジェラートも販売、あと他のパンも販売してますので、ぜひ来てください。はい、美味しそうなパンが並んでますので、ぜひメインスタンドに行かれた際はご注目いただきたいと思います。ということで、ダイメグさんから塩見さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。Radio Bird Special Program. Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.
Radio Bird. Radio Bird. Real-time traffic and parking information. それではここでお車でトリギンバードスタジアムへお越しになる方へ駐車場情報をお届けするパーキングインフォメーションです。バードスタジアム周辺にお車を駐車しようという方にお知らせです。本日の臨時駐車場はグッドヒル本社の臨時駐車場、そして倉田スポーツ広場の臨時駐車場、さらに新角井工業用地臨時駐車場の3カ所となっています。また現在駅周辺にいらっしゃる方で、これからトリギンバードスタジアムへお越しの方は鳥取駅周辺の定型駐車場にお車を止めて、鳥取駅南口発のシャトルバスでトリギンバードスタジアムまでお越しください。では鳥取駅周辺の定型駐車場ご案内していきます。まず1カ所目、鳥取市本町の鳥取県産業会館鳥取商工会議所ビル駐車場、そして鳥取市今町ホテルニューオータニ横にある鳥取駅前駐車場、鳥取市境町の本通りパーキング、鳥取市弥生町のパレット鳥取、鳥取市境町のワクワクパーキング、そして鳥取市末広温泉町の日光パーキング、こちらは1階のみとなっています。さらに鳥取市永楽温泉町シティパーク永楽温泉町、鳥取市富安の日の丸産業駅南パーキング第1第2、鳥取市幸町の市営幸町駐車場、最後10カ所目、鳥取市今町の大光パーキングとなっています。こちらの定型駐車場をご利用の方でガイナーレ鳥取のホームゲームを観戦の方は6時間駐車料金が無料となるチケットをトリギンバードスタジアムでお渡ししています。お車を止めた駐車場のパーキングチケット、こちらを忘れずにお持ちになってスタジアムのバックスタンド裏にある総合案内所までお持ちください。こちらで無料チケットを発行いたします。繰り返しお伝えします。こちらの定型駐車場ご利用の方でガイナーレ鳥取のホームゲーム観戦の方は6時間駐車料金が無料となるチケットをトリギンバードスタジアムでお渡しします。お車を止めた駐車場のパーキングチケットをスタジアムのバックスタンド裏にあります総合案内所、こちらまで忘れずにお持ちになって無料チケットをお受け取りください。以上パーキングインフォメーションお伝えしました。ラディオバードスペシャルプログラム、ガイナレイトトーリーホームゲームラディオ。
Radio Bird Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.レディオバードをお聞きの皆さん、こんにちは。ガイナーレ鳥取、背番号17番の鶴見敏孝です。さて、いよいよこの後13時から第38節、現在首位のヴィッセル神戸との戦いになりますが、まずはどんな戦いになりそうでしょうか。そうですね、やっぱ相手上位なので、なんか守備的な感じになると思うので、まあ、1点勝負の戦いになると思います。この戦いに向けて強化をしてきたところはどんなところでしょうか。やっぱり守備の部分の規律とかそういうのはしっかりやってきました。それでは今シーズン今日の対戦を入れて残り5試合となりました。意気込みをお願いします。そうですね、ホームであんまり勝ててないので、上位相手ですが、一致団結して絶対勝ちたいと思います。改めましてサポーターの皆さんに向けて最後にメッセージをどうぞ。後押しよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。 Radio Bird Special Program Gainare Tottori Home Game RadioWith Ustream and FM Radio. Radio Bird Special Program. Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. Home Game Radio.
さあレディオバードスペシャルプログラムガイナーレ鳥取ホームゲームレディオということで、ジーズデリの店舗をご紹介しようと思ったんですが、サポーターの皆さんで溢れかえっておりましてということで、現在はですね、サポーターの皆さんの輪の中に突入してみました。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ということで、ちょっとお一人ずつ名前をお伺いしたいと思います。ではまずレディーファーストで女性の方から。岡田です。岡田さんよろしくお願いします。そして金田です。金田さんよろしくお願いします。天城です。天城さんよろしくお願いします。はい、ヤクラです。ヤクラさん。それから田中です。はい、ということで、あのこちら今あの後ろにテーブルがありまして、パラソルの下で皆さんであのワイワイと宴会、はい、宴会です試合前のね、はい、ということで参り参り、そうですよね。ということで楽しんでいらっしゃったところにちょっとお邪魔をさせてもらったんですが、あの皆さんは今日は何時ぐらいにこちらに来られてたんですか？僕は30分前です。夜名古から2時間かけてきました。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。そしてそうです、ね、11時には到着してました、ね、早いですね、はいはい、岡田さんは一緒です。一緒で、はい、天海さん、あ、僕も30分前ぐらい30分前ぐらいで、はい、ということで、あ、こちらもこんにちは。お名前を。あ、角田です。角田さん今いきなり飛び込みで、はい、何ですかこれ。ラジオやってますさあ、ということで、あの、まあ、ガイナルドトリ、はい、現在週のヴィッセル神戸とこの後午後1時から対決なんですが、はい、どんな試合になりそうですか？そうですね、とりあえず勝利目指して頑張ってほしいですね。はい、はい、じゃあどんな試合になりそうですか？いい試合してほしいんだけど厳しいかなとは思ってますけど、まあなんとかやってくれるだろうと。なるほど。どんな試合になりそうですか？厳しい試合になると思いますけど勝ってほしいです、はい、そして天海さん、また1点差でまた厳しい感じになると思います。今あの前回勝ってますからね、はいはい、広田くんがゴールを決めて勝つと思います。名指しですさあ、ということでこの後ですね、皆さんは中に入られて、はい、しっかりサポートしていただくということで、では最後に皆さんでガイナレにメッセージをお願いしたいと思います。さっきちょっと練習したんでよろしくお願いしたいと思います。では行きますよ、はい、せーの、頑張れガイナレ日本海戦ということで、この後ヴィッセルサポーターの皆さんにもお話をお伺いしたいと思います。ラディオバードスペシャルプログラム、ガイナレートトーリーホームゲームラディオ、With Ustream and FM Radio.
Radio Bird Special Program. Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. Home Game Radio.レディオバードスペシャルプログラムガイナルドットリーホームゲームレディオということでヴィッセル神戸のサポーターの皆さんのところに突入いたしました。イエーイさあということでまずはお名前からお伺いしたいと思います。どうぞ。タメカズです。ナミタメカズです。タメカズさんよろしくお願いします。そしてお名前を。あ、僕ですか。川添です。川添さん、はい、はい、そして直樹です。直樹さん、そして三上です。はい、こう言って三上さんです。ということで、今日は、今日鳥取に着いた感じで皆さんいらっしゃったんですか。はい。あ、そうなんですね。朝何時ぐらいに神戸出られました。朝5時に出て。5時。はい。で、着いたのが10時です。で、5時間何をしてたんですか。5時間かかりました。あ、そうです。朝、はい、どうぞ。朝8時に出て10時半ぐらいしました。2時間半ぐらいで、はい、はい。道結構走りやすかったでしょ。そうですね、結構車も少なくてもうストレスなく行きました。はい。いや、寝てたやん。何で言うんすかそれ。寝てたということで。さあ、ということでこの後、まあ、ガイナーレ鳥取と対戦するヴィッセル神戸のサポーターということで、ヴィッセル戦、ヴィッセルの皆さんにはどんな戦いを期待しますか。じゃあまずはお一言ずつ、田中さんから。いつも通りのサッカーしてもらってたら間違いなく勝てると思うんで。はい、はい、そうですね。はい、そして期待してます。期待してます。何を。いや、もう前回負けてるので今回リベンジ戦ってことで。そうですよね、はい、はい、もう全力でやってもらいたいと思います。かなり手加減してもらうと。そして三上さん。はい、この前7点取ってるんで、はい、今日もいっぱい取って点取ってもらいます。お手柔らかにお願いしたいと思うんですけども、はい、ちなみにガイナーレにはどんな印象を持ってますか。正直、まあ、残留かかって多分必死だと思うんで、まあ、今日はちょっと強力な感じで来ると、とは思うんですけど。はい、私たちもそれを期待します。そしてガイナーレには小森選手や、うん、まあ、柳川選手、うん、あとレンタルの広田選手、元ヴィッセルの選手がいっぱいいるので、そうですよね、うん、そういう意味でも楽しみな一戦です。はい、そしていやっぱりもう勢いがあるチームなんで、もうそれに負けないように勝ってもらいたいと思います。はい、そしてこう言って三上さん。私特に分かんないです。ではヴィッセルの皆さんに一言ということで応援をお願いしたいと思います。では皆さんでどうぞ。スタジアム、スタジアム、ヴィッセルスタジアム。あ、なるほどね。さあ、ということでヴィッセルのサポーターの皆さんにお話をお伺いしました。皆さんありがとうございました。Radio Bird Special Program. Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.
Radio Bird. Radio Bird. Real-time traffic and parking information. それではここでお車でトリギンバードスタジアムへお越しになる方へ駐車場情報をお届けするパーキングインフォメーションです。バードスタジアム周辺にお車を駐車しようという方にお知らせです。本日の臨時駐車場はグッドヒル本社の臨時駐車場、そして倉田スポーツ広場の臨時駐車場、さらに新角井工業用地臨時駐車場の3カ所となっています。また現在駅周辺にいらっしゃる方で、これからトリギンバードスタジアムへお越しの方は鳥取駅周辺の定型駐車場にお車を止めて、鳥取駅南口発のシャトルバスでトリギンバードスタジアムまでお越しください。では鳥取駅周辺の定型駐車場ご案内していきます。まず1カ所目、鳥取市本町の鳥取県産業会館鳥取商工会議所ビル駐車場、そして鳥取市今町ホテルニューオータニ横にある鳥取駅前駐車場、鳥取市境町の本通りパーキング、鳥取市弥生町のパレット鳥取、鳥取市境町のワクワクパーキング、そして鳥取市末広温泉町の日光パーキング、こちらは1階のみとなっています。さらに鳥取市永楽温泉町シティパーク永楽温泉町、鳥取市富安の日の丸産業駅南パーキング第1第2、鳥取市幸町の市営幸町駐車場、最後10カ所目、鳥取市今町の大光パーキングとなっています。こちらの定型駐車場をご利用の方でガイナーレ鳥取のホームゲームを観戦の方は6時間駐車料金が無料となるチケットをトリギンバードスタジアムでお渡ししています。お車を止めた駐車場のパーキングチケット、こちらを忘れずにお持ちになってスタジアムのバックスタンド裏にある総合案内所までお持ちください。こちらで無料チケットを発行いたします。繰り返しお伝えします。こちらの定型駐車場ご利用の方でガイナーレ鳥取のホームゲーム観戦の方は6時間駐車料金が無料となるチケットをトリギンバードスタジアムでお渡しします。お車を止めた駐車場のパーキングチケットをスタジアムのバックスタンド裏にあります総合案内所、こちらまで忘れずにお持ちになって無料チケットをお受け取りください。以上パーキングインフォメーションお伝えしました。Radio Bird is special program.
Radio Bird Special Program. Special Program. Gatorade to Tori. Home Game Radio. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.さあ時刻は12時4分へと向かっています。ガイナーレ鳥取ホームゲームレディオ、鳥取市倉田のトリギンバードスタジアムバックスタンド裏スペースにありますトリギンバードスタジアムのグリーンスクエア特設スタジオからの公開生放送をお届け中です。さあそしてここからの時間はこの番組おなじみのトークショーになります。まずは本日のサイン会のゲストです。背番号30番岡野選手です。こんにちは、よろしくお願いします。さあそしてガイナーレ鳥取の強化部スタッフ北さんです。こんにちは、こんにちは、今日もよろしくお願いします。さらにレディオバードサッカーご意見番フリースポーツライターの石倉さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということですごい人になりましたね。いやなんかちょっとした有名人の気持ちが分かりますね。はい、僕らもいろんなカメラがこっちに向いてて、はい、ここそうそうそう、はい、岡野選手一人のあれなんですけど、岡野さん、はい、初めましてですねこのコーナーは。そうですね、よろしくお願いします。はい、ということで、岡野さんは、怪我から復帰はされたんですよね。そうですね、まあはい、結構早く復帰できたんで、うん、まあ、今やってますね、はいはい、今も練習には参加されてる、はいはい、状態ということで、はいはい、じゃ結構もう近々出れそうな雰囲気ですか。まあまあまあ、期待されてる方も ね、多いと思いますけど、全治6週間の怪我なので半分ぐらいで復帰しますけど ね大丈夫なのかなという方も、ね、非常にたくさんいらっしゃるかと思いますが、まあ、とはいえ今日は神戸戦ということで岡野選手結構感慨深いものが、まあ、そうですね、本当に神戸には僕もいたんで、まあ、本当に、まあ、すごい僕はいい思い出がいっぱい残ってるんですけど、うん、まあ、今はね、まあ、僕もガイナーレなんで複雑ですけど、やっぱり大なりにやっぱ勝ってもらわないと、ね、そうですよね。はい、ということで、岡野選手にはこの後サイン会をしていただくわけなんですが、これ神戸の皆さんも OK なんですよね。今スタッフが後ろに大丈夫ですよ、はい、神戸のサポーターの方も OK ということなので、列がね奥にできてますので、どうぞよかったらはい、お並びいただきたいと思います。すごいですよ、なんかこんなに神戸とかアウェーの方がね、集まっていただくと、そうそう、前に、ね、来られるのも結構びっくりするんですけど、狙いどうですね、はい、人生がね、はい、ありがとうございます。あと北さんのドヤ顔が今炸裂してますけど、大変ですからね。そうですよね、いろいろ人選がね。岡野さんはどうですか、はい、今日は結構選手の皆さんとかの体調とかチーム内の状態とかちょっと教えていただけますか。そうですね、まあ本当、まあ、うちはもうとにかくもう本当勝たないといけないんで、うん、まあ相手強いですけど、まあそういうの関係なく、まあとにかく体張ってね、まあ、とにかく戦わないと絶対勝てないと思うんで。ちなみにどんな試合になりそうですか今日は。まあやっぱうまいんで、まあ、神戸の選手一人一人うまいと思うんで、まあ、支配はされるかもしれないですけど、まあ、その中で粘り強く、守ってね、やっぱカウンターで、まあ、本当少ないチャンスをものにできれば、うん、うちにも勝つチャンスあるのかなと思いますけど。はい、ということで結構列が長くなっているということで、岡野選手そろそろサイン会の方に移っていただこうかなと思うんですけど、そうなんです、そうなんです、かなりの列が今後ろにできてるんでちょっと びっくりするんですけど、ではちょっとラジオを聞きの皆さんに最後に一言メッセージをお願いしたいと思います。そうですね、まあ本当に皆さんにはもういつも心配ばっかりかけてなかなか勝てなくて申し訳ないんですけど、まあ本当最後まで何が起こるか分かんないんで、まあ本当みんなで、絶対に残留するっていう気持ちでね、最後までやっていきたいんで、皆さんもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあということで、では岡野選手お隣に移動していただきまして、そのままサイン会の方に、はいはい、お願いしたいと思います。さあということで、ここで1曲ちょっと挟ませていただきまして、はい、この後は、ヴィッセル神戸戦、ガイナーレ鳥取戦の見どころなどをお伺いしていきたいと思います。Radio Bird Special Program. Special Program. Gatorade to Tori. Home Game Radio. Home Game Radio.
Radio Bird Special Program. Gainaray Tatori. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.レディオバードスペシャルプログラムガイナレ鳥取ホームゲームレディオ、この時間はですねこちらのトリゲンバードスタジアムバックスタンド裏にありますグリーンスクエア特設スタジオから公開生放送をお届け中です。さあそして、スマートフォン談義は一段落しましたか。いやもう塩が引くように人がいなくなりましたね。はい、皆さんのお並び岡田正樹のいないステージってのはこういうもんなんですね。そうなんですよね、はい、今の絶賛サイン中ですからね岡田選手は。あの神戸のサポーターの皆さんもねご参加いただけますのでどうぞあの色紙だけゲットしていただいてこちらの列の方にお並びいただきたいと思います、はい、さあということで、はい、いよいよ神戸戦なんですが、ね、はい、はい、今日はもう神戸のサポーターの皆さん朝早くから、ね、いらっしゃってましてね。そうなんですよ、もうサポーターバスでいらっしゃった方の僕があの岸のお兄さんとか言われてる人ですけどね、わかんないですかね。さっきいろいろ喋ってた僕ですから、はいはい、あ岸選手のね、はい、お兄さんいたな岸なんてやつ な, やってたな。そんな話はしない、はいはい、さあということで、ここからはですね本日のヴィッセル戦それからこちらの見どころなどについてお伺いしていこうかなと思いますが、まずはちょっと前節の福岡戦を振り返っていただきたいなと思うんですが、はい、北さん、はい、辛口でいきますよここから、はい、惜しい惜しい試合でしたね。まあ数字上はね数字上は惜しかったですけど、はい、まあ、10人相手っていうところと、やっぱりね、もう気持ち、今の現状を、選手たちが分かった上で、プレーとして、うんうん、出すならダメでしょう。やっぱあれで満足したら、まあ、満足したやつはいないと思いますけど、やっぱりもうちょっとね、やってほしかったですね。やっぱりガイナリ的にはもうどうしてもあそこは勝ち点3をもぎ取るべき試合だった、ね、はい、という感じでも動き的には石倉さんどうだったんですか。結構良かったっていう評価もありましたけども、そうなんですね、うん、ただそのやっぱり1点取ったしかも前半終了間際の相手退場になったっていう状況で、うん、なかなか後半チャンスの数も少なくなって、はい、嫌だなっていうところでやっぱ追いつかれちゃった、うん、でまあゴール自体はねちょっとついてないっていうところもありますけど、うんうん、まあその辺がやっぱりなかなか残留争いしてるって中で重圧もあるかなと思うけど、さっき北さんも言った通りで、はい、やっぱりそこを乗り越える力ってのを出していかなきゃいけないから、そういう意味じゃ今日神戸ね首位相手でね、はい、多分とても強いだろうと思うんですが、はい、ね、さっきも言いましたけどね神戸さんも別にもう昇格見えてるからね。そうですよ、優勝しなきゃダメなんですか。そう、なんですか、2位じゃダメなんですか。2位じゃダメなんでしょうか。懐かしいですね、懐かしいですね、はい、まあ、じゃあ鍋なんていうんで、まあ、頑張るしかないですね。そうですね、はい、北さん、はいはい、前節福岡戦は結構後半までは良かったんじゃないかなっていう見方の方も結構多かったみたいなんですけど、その辺どうなんですか。いや、まあ、サッカー90分ですからね。あ、そか、前半悪くても後半良かったとか、はい、後半悪くて前半良くても、うん、まあ、そういう中でやっぱね、プロとしてやっていくには90分っていうサッカーがありますから、うん、ルールで、うん、はい、なので90分戦えないと、うん、やっぱり前半良くてもダメです、うん、はい、後半ちょっとこうリズムが悪くなったなっていう理由みたいなものって何かこうあったっていうのはあるんですか。まあ、なかなかそこは難しいですけどやっぱりどうしても引いてしまったというか、うん、はい、守りに入っちゃった、まあ、ですね、うん、あとは、まあ、選手たちがマークをするにあたって、まあ、明確さ、はい、相手に対して1人多いのにしっかりとマークつけてない、うん、まあ、明確さっていうのは点を取りに行く、いえいえ、相手のマークをつくということで、あ、なるほど、はい、1人多いのに、はっきりマークをつかない、大体でいいだろうという、うん、で、まあ、ゾーンで守る感じになってしまったので、あ、なるほど、はい、はい、なのでやっぱそこでやっぱ技術は高いので、まあ、好きにさせてしまってリズムが出てたのかなとは思いますね。なるほど、石倉さん的にはどうご覧になってますか、うん、やっぱりその数的優位を生かせなかったっていうことはね、はい、まあ、小針選手とかも言ってましたから、うん、まあ、10人になって、相手は攻めてくるっていう状況で、うん、もう少しさっき北さんも言った通りにしっかりした守備の対応ができれば良かったですし、まあ、一方でもちろん1対0だとね、あ、まあ、ゴール自体は相手に当たってちょっとコースが変わったりとかっていうのがあったので、はい、まあ、そういう事故みたいな失点もあるってことを考えれば、うんうん、しっかり2点目を取ることも必要だったし、まあ、両方ってことですよね、さっき言った前半も、うん、前半後半も考えなきゃいけないし、うん、攻撃守備両方考えなきゃいけないっていう状況でやっぱりまだまだ、勝ち点3取りきれなくてちょっと力が足りなかったなっていう試合でしたよね、うん、前田監督が試合後のインタビュー等でタイミングが測れなかった
ていうお話もされてたと思うんですけど、このタイミングっていうのはどのタイミングのことを指していらっしゃるんでしょうかね。わかりません。ただまあまあいろいろね、あの攻撃のなんか連携のタイミングとかあるんですよね、うん、でちょっとしたところ、あとまあそのやっぱり木を見たところでここというところでしっかり攻めるとか、うん、まあ、そういうところは非常に今メリハリをつけてやろうってやってるので、なるほど、まあ、そこのところがなかなか力を出せないっていうところなのかなっていうふうに思いますけど、うん、はい、さあそして今日はいよいよその首位のヴィッセル神戸を迎えてのホームゲームということで、石倉さん、はい、今日はメンバー言っときましょうか。そうだ、メンバーの発表を。メンバーはね、鳥取はですね、小針、渚、林道、横竹、森、奥山、実信、武田、長里、広田、久保と、はい、いうことで、もあの神戸から期限付き移籍中の広田くんが、まあ、先発と、はい、でまあ、控えが杉本、柳川、尾崎、鶴見、鮫島、岡本、隅田ということで、まあ、久保、隅田というね、怪我人が戻ってきたと、うん、いうことですね、うん、はい、でまあ、神戸は徳重、奥井、岩波、河本、相馬、エステバン、橋本、マジーニョ、ポポ、森岡、小川、はい、すげえメンバーだなおい。で山本、海斗、北本、大谷、高柳、高中、杉浦、田代っていうサブ、はい、なんで田代が控えにいるんだって話ですよね、はい、なんかサブのメンバーでも戦えそうですよね。田代って言ったら、ね、僕あの2007年に田代選手がね、あの、はい、日本代表に入った時にですね、中国で試合があって、はい、中国人の女性記者がですね、ハンサムって言っててあ、ハンサムって世界共通語なんだ、その時分かったんですけど、ものすごいもう目がハートな中国人記者がいっぱいいて、あ、バンコク共通でああいう男はモテるんだなと思って、なるほど、ね、ちょっと羨ましかった、ね、そうですよね。さあということで、田代選手の話になってしまいましたが、あ、まあ、ただね、神戸やっぱりあの前節ね7対0っていう、まあ、クラブ新記録で勝って、はい、ただまあそこで逆に引き締めたんですけど、さらに今週引き締めて、まあ、だから練習の紅白戦なんかでももうなんかちょっとつかみ合いのこうなったりとかっていう、非常に激しくやってたっていうことで、全く油断してくれる気配はないので、なるほど、はい、はい、立ち向かわないといけないですね。もう大変でしょう。90分間大変だと思いますよ。はい、ですよね。あの、まあ、とはいえ、神戸の皆さんごめんなさいね、あのアウェーの神戸戦は勝ってるんですよ。今季唯一ホームで勝った相手が鳥取っていうね。そう、ちなみに鳥取その含めて5勝ですよ今季。5勝5分の1が神戸ですよ、はい、勝った相手が。すげえな、なんか大金星みたいな話もね、まあ、まあ大金星でしたね、ありましたけど もやめましょうよ、恥ずかしいですよ。結局ベベにいるんですから。いやいやいや、そうです、やめましょう。だからそういう意味では本当にシーズンを、まあまあ、通して戦うっていうのがチームの強さだから、うんうん、なかなかね、とはいえ、とはいえですよ、とはいえ、はい、この前勝った時っていうのは北さん何が良かったんですか。まあ相手のね、メンバーの交代だったりとか、うん、まあ、そういうので助けられたところありますけど、本当に選手が、戦えてたというか、本当にあのボール一人一人が必死で追って、まあ、90分間、走ってたっていうところは事実ですね、はい、ですよね。あと結構相手の良さを消すサッカーをみたいな話がちらっと聞こえてたりもしたんですけども、その辺というのは石川さんどうなんですか。今回ですか。はい、前回ね、あ、でも前回はやっぱり本当にそのチームが当時も12試合勝ててなくてすごく危機感もあったし、はい、で神戸に対してやっぱり強い相手ということですごく気持ちを持って運動量豊富に戦ったっていうのも大きかったんですよね。でまあ、今回はさらにそれを上回る15試合未勝利っていう状況で、はい、まあ、この状況を迎えてて、しかもまあ最下位と、うん、で神戸はなかなかもちろん首位で調子も上げてるし、すごく今運動量が多くて、うん、攻守に、ね、こうアグレッシブにやってくるんで、受け身に回ったらもうあっという間にやられる可能性だってあるわけですから、なるほど、はい、まず戦うことですよね。さっき岡野選手も言ってましたけど、うんうん、まあ、それができないとちょっともうなんかもう勝負の土俵にすら立てないっていう状況だと思うので、うん、そのためには本当に、まあね、天候も幸いそんなに暑くもないし、多分サッカーするには一番いいぐらいの状況だと思うので、はい、まあ、90分間走れってことですね、まずね。いや、もうそれです。それが一番ですから。今日ちなみに北さん的にこうポイントとなりそうな選手などいれば教えてください。ポイントですか。はい。今日ですか。今日で、ね、誰ですかね。いや、でも本当は中盤の選手ですね。やっぱり神戸さんはいざとなったら飛び道具持ってますから。飛び道具、はい、であれに関してはやっぱりキーパー一人止めることはできないですし、はい、
なので、まあ、中盤のサイドハーフ、まあ、真ん中もそうですけど、あの特に両サイドバックもすごいですし、うん、まあ、そこをしっかりと中にボールを運ばすとやっぱり危ないので、運ばさないというか外で、ボールを取るっていうことをしっかりしないと、はい、ダメかなとは思いますね。そうですよね。もうだってもうポポとかもこっちに言わせればむちゃくちゃですよ、あんなのもどっからシュート入れてんだって話でロングシュート入れたりするので、だからこう引いて守ってたらもうとんでもないのが飛んでくるんですよ。そうですよね。かといってももちろん前へ出るとかそこのバランスももちろん大事だし、いろんなことに注意してやっぱ戦わなきゃいけないので、当然選手は大変だと思うし、でそうなると当然90分間をね同じ11人だけってやっぱ戦いきれないと思うので、交代枠が3つありますから、そこは前田監督のやり方にもよるし、まあ、こう変わって出た選手が、あのしっかり引き継いでできるかっていうところもすごくポイントだと思いますね。あの、まあ、隅野選手とかも久々にベンチ入ってますし、まあ、鮫島選手とか、鶴見、岡本、ね、尾崎、まあ、あと柳川選手ね、神戸、元神戸の柳川選手もまあ控えに入ってますから、そこら辺頑張ってほしいなと思うんですけどね。はい、じゃあ、石倉さんは大体その選手が今日の注目。今日ね、でもやっぱ実信選手じゃないかなと思うんですよね。やっぱあそこがすごくパスのところで、あの狙われると思うんですよね、多分神戸も、はい、だからそこのところですごくどこまでできるか、あとはまあその、前回ね決勝ゴール決めてる久保選手は、うん、当然マークは厳しいと思うので、はい、前回も厳しくマークされてましたけど、少ないチャンスを決めたので、頑張って生かしたいなという感じですよね。はい、じゃあもう本当に今日はもうワンチャンスがすごく重要になってくる。そうですよね。何度も何度もチャンスがある展開にはならないだろうなという感じですよね。はい、じゃあ鳥取がしてみればね。そうですね。どこまでじゃあ北さん耐えられ、まず耐えられるかですねっていうところからスタートする、はい、まず大事です。なるほどね。さあそして、要注意人物ということで神戸の選手は石倉さんいかがでしょうか。まあ全員って言っちゃうと答えにならないので、はい、まああのま、ポポ選手って15得点で得点ランク2位なんですけど、はい、同じ15得点のあれですね、あの小川選手がいますから、やっぱり小川選手がねすごいんですよ。神戸のエースナンバー13番ですから、はい、またね顔はねまたベビーフェイスでね愛くるしいんですけどね、やることはえげつないんですよ。えげつない。まあまあ表現的にはそれがね、あの相手のチームとしてはね、得点ランクにやっぱ2人15点っていうハイレベルで2人いるっていうところがやっぱり今年の神戸今首位に立ってるって要因の一つだと思いますし、そうですね。で前回7対0で勝ってるんですけど、はい、7点全員違う選手なんですよ。はい、そうなんですね。ねえ、それは怖いですね。もうどうしましょうね。どこからでもシュートが飛んでくる感じですね。そうなんです。もうどこからでも飛んできます。もうですね、はいはい。なるほど。あのちょっとここでお知らせさせていただきます。あの岡野選手のサイン会の待機列を打ち切らせていただきます。皆さんすいません。ここで岡野選手のサイン会の待機列を打ち切らせていただきますのでご了承いただきたいと思います。すごいですね。途切れませんね。はい。はい、全然途切れないようです。はい。はい、ということで、まあ、話を戻しますが、はい、あとは、まあ、はい、ハンサムな田代選手かな。ハンサムな田代選手、だから例えば展開として、はい、と0対0とか1対1とかで終盤入った場合、多分神戸は勝ちに来ると思うんですよ。うん、そりゃそうでしょう、うん、はい、でそうなると例えば田代選手と高さがある、ね、プレーとかがあの前回もすごく有効、あの松本戦も有効だったりするので、まあ、そのあたりにどこまで対抗できるかっていうのがポイントだと思うので。なるほど。いや怖いな。北さんそのあたりは、はい、いや聞いてました。いや聞いてましたけど、もう怖いですよ、すべて、まあね、全てが怖い、怖い怖い言ってても、まあ、あともうちょっとしたら試合始まるかもしれないね。そうだね、あと30分で試合が、やらないわけにもいかないからね、やるしかないっていう、はい、あのちなみに北さん、今週は対神戸戦みたいな練習っていうのはされてたんですか。してましたよ。やってたね。はい、どん、まあ、ちょっとあの手の内ばらすわけにはいかないんですけど、ちょっと言えそうなところだけ。まああれじゃないですか。なんて感じだったんですよ。まあ、なるほど。って感じで。ピヨンがピヨンが入ってますね今。だからやっぱりそうなると終盤こうねあの勝ってる時に、とか入れてやることになると思うんです。はい、さっぱり分からない。なるほどね。あの北さんそう言わないですか。うん、まああの見てください。まあ、見てもね多分パッと見ね分からない人は分からないかもしれないですけど、選手の意識をまあちょっと変えたというか、うん、はい、まあ、守備っていうところを明確さにするっていうところで、まあ、動きが、うん、はい、はっきりできる動き、うん、まあ、刺すという動きを今日は今週は徹底しましたね。そうですね。かなりあの具体的なシチュエーションをいろいろやりながらやってたので、まあ、想定問答みたいな感じをやってましたから、
まあね、ただまあね、それにまずハマればそれを力を発揮しなきゃいけないし、はい、まあ、サッカーなんてね、どうなるか分かんないですから、うん、状況状況に応じて選手が判断してしっかり勝利に向かうと、まあ、そこに意思統一も必要なので、はい、ぜひ頑張ってほしいですね、はいはい、じゃあもう何はともあれも難しい試合には間違いないと。そうですよね、はい、仕方ないですはい、はいはい、ということになりそうなんですが、そろそろちょっとお別れなんですが、ここでちょっとパーキングインフォメーションだけ入れさせてください。倉田スポーツ広場満車となっております。新角井、それからグッドヒル、こちらの方もですね、もう残りわずかという感じになっていると思いますので、これからこちらのトリゲンバードスタジアムにお車で向かわれる方はこの後パーキングインフォメーションをお伝えしますので、駅前にあります定型駐車場10カ所、こちらをご利用いただきたいと思います。ご協力をよろしくお願いしたいと思います。まだシャトルバスで来ていただいても十分間に合いますので、鳥取駅の周辺にある10カ所の定型駐車場、こちらをご利用ください。さあ、ということで、ではそろそろお二方、いつもの通り得点予想に。いや、1対0です。1対0、1対0もう 前回同様、もうそこを願います。それ以上は言いません、ね、ちょっと1個だけちょっと聞きたいんですけど、うんうん、サッカーって結構前の試合で大量得点したチームって次の試合でちょっとこう不発みたいな話があったりなかったりするじゃないですか、うん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 、その辺はどうなんですか。いやいや、要はもう入りですよね。入り方、もう最初のところでもうグッとやばった感じになっちゃうと、もうそのままやりますし、お、なんかなかなかっていうか、その難しい相手だぞって思わせるとか、はい、そういうプレーをやっぱしなきゃいけないから、そのためには例えば守ってるだけでもちろんダメだったりとかね、いろんなことがあるので、どうだろうな、そうなってくれればいいけど、うん、そうはならないと思うし、その辺実際ね、そうじゃ、やっぱりだからここまで首位と最下位っていう力の差は当然あるわけですから、うん、はい、それを乗り越えるだけのものを出さなきゃいけない。で、今日お客さんもね、たくさん来ていただけて、アウェーのゴール裏、相当お客さんも来ると思うんですけど、はい、そういう声援にも負けないように、そうですね、鳥取としては頑張りたい、はい、はい、でもここで勝ち点取れるとガラッとまた勢い変わりますよね。まあ、それは変わると思います、ね、もう間違いなく。ということで、はい、ガイナーレのサポーターも徐々に増えてきてますので、はい、ぜひ皆さんには応援をよろしくお願いしたいと思います、はい、ということで、お二方は 1-0、はい、1-0でね、はい、うん、シュート、あ来るの、まだ間に合います。ガイナーレのサポーターの方、まだキックオフまで30分ありますので。 ありますよ、出た、はい、あそこどうぞ。ミスタードーナツのね、ミスタードーナツ前の辺りとか、はい、駅前のね、ロバタカバーのそこの前の、そこそこそこ、あなたそこ、そうそう、その辺の人はもうすぐ駅の裏に行ってバスに乗ろう。はい、シャトルバスが出てますので、ね、ぜひ。あと今日は鳥取でね、同じ鳥取のラグビーのトップリーグもね、同じ時間に始まるっていうね、なんじゃそらみたいなのがあるんですけど、それはもうサッカーです。絶対に面白いのはサッカーですから。そうです、はい、はい、今日はすいません、サッカーに来ていただきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん、トリケンバードスタジアムの方に、先ほどお話ありました、駐車場がちょっとね、いっぱいになってますので、駅前にあります10カ所の定型駐車場、この後ご案内いたしますので、そちらをご利用いただきながら、それ止めて無料のシャトルバスで来ていただければ。そうです、はい、駅南からの無料シャトルバスで来ていただきたいと思います。さあ、ということで、呼び込みも完了したところで、お二方は1-0、あ、ちょっとシュート予想もしておきましょう。じゃあゴール予想ね、うん、あ、誰、久保かな。久保選手、あれ、クエスチョン。でも本音言うとね、オンゴールだっていいんだ別に。うん、入ってくれる、入ってくれる。ちょっと待ってください。一応ガイナー選手に決めてもらいましょうよ、うん、いや、元気で、え、元気、長里ね、元気、やっぱり今ちょっといいんでね、はい、一人唯一、はい、はい、じゃあ長澤選手で引っ張ってもらいましょう。で、1-0です。いません、神戸の皆さん、今日は勝たせてください。よろしくお願いします。お願いします。2位じゃダメなんですか、ね、2位じゃダメです、はい、はい、ということで、まあ、今日ぐらいはね、ちょっと落としていただいて、よろしくお願いしたいと思います、はい、さあ、ここまでの時間はガイナレドトリ強化部スタッフの北さん、そしてフリースポーツライターの石倉さんに登場していただきまして、特賞をお届けしました。ありがとうございました。Radio Bird Special Program. Special Program. Gatorade to Tory. Home Game Radio. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.
Radio Bird. Real-time traffic and parking information. それではここでお車で鳥銀バードスタジアムへお越しになる方へ駐車場情報をお届けするパーキングインフォメーションです。バードスタジアム周辺にお車を駐車しようという方にお知らせです。本日の臨時駐車場はグッドヒル本社の臨時駐車場、そして倉田スポーツ広場の臨時駐車場、さらに新角井工業用地臨時駐車場の3カ所となっています。また現在駅周辺にいらっしゃる方でこれから鳥銀バードスタジアムへお越しの方は鳥取駅周辺の定型駐車場にお車を止めて鳥取駅南口発のシャトルバスで鳥銀バードスタジアムまでお越しください。では鳥取駅周辺の定型駐車場ご案内していきます。まず1カ所目、鳥取市本町の鳥取県産業会館鳥取商工会議所ビル駐車場、そして鳥取市今町ホテルニューオータニ横にある鳥取駅前駐車場、鳥取市境町の本通りパーキング、鳥取市弥生町のパレット鳥取、鳥取市境町のワクワクパーキング、そして鳥取市末広温泉町の日光パーキング、こちらは1階のみとなっています。さらに鳥取市永楽温泉町シティパーク永楽温泉町、鳥取市富安の日の丸産業駅南パーキング第1第2、鳥取市幸町の市営幸町駐車場、最後10カ所目、鳥取市今町の大光パーキングとなっています。こちらの定型駐車場をご利用の方でガイナーレ鳥取のホームゲームを観戦の方は6時間駐車料金が無料となるチケットを鳥銀バードスタジアムでお渡ししています。お車を止めた駐車場のパーキングチケット、こちらを忘れずにお持ちになってスタジアムのバックスタンド裏にある総合案内所までお持ちください。こちらで無料チケットを発行いたします。繰り返しお伝えします。こちらの定型駐車場ご利用の方でガイナーレ鳥取のホームゲーム観戦の方は6時間駐車料金が無料となるチケットを鳥銀バードスタジアムでお渡しします。お車を止めた駐車場のパーキングチケットをスタジアムのバックスタンド裏にあります総合案内所、こちらまで忘れずにお持ちになって無料チケットをお受け取りください。以上パーキングインフォメーションお伝えしました。Radio Bird Special Program. Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. Home Game Radio.さあ時刻は12時36分へと向かっています。ガイナーレ鳥取ホームゲームレディオということで、いつものレディオバード A スタジオを飛び出しまして鳥取市倉田の鳥銀バードスタジアムバックスタンド裏スペースにありますこちらのグリーンスクエア特設スタジオからの公開生放送をこの後午後1時までお届け中です。さあそして先ほど、パーキングインフォメーションをお伝えしたんですが、臨時駐車場の方で満車が出ております。倉田スポーツ広場、こちらが満車です。現在お車は止めていただくことはできません、そして新角井工業用地の方の臨時駐車場、こちらが8割埋まっております。新角井工業用地の方も8割、それからグッドヒルの方も4割ということになっております。倉田が満車、新角井工業用地が8割、そしてグッドヒルが4割ということになっておりますので、現在スムーズにお車を止めようと思えば、先ほどご案内いたしました鳥取駅周辺にあります10カ所の定型駐車場、こちらをご利用いただきますと、そこから鳥取駅南、鳥取駅の南口から出てますシャトルバスでこちらまで来ることができますので、ぜひそちらをご利用いただきたいと思います。ご協力をよろしくお願いします。さあそしてここからの時間は鳥取さんからのインフォメーションをお届けしたいと思います。倉信さんです、よろしくお願いします。さあ倉信さん、今日はどんな情報、あ、倉本さんごめんなさい失礼しましたさあ今日はどんな情報を、はい、閉幕まであと2週間となりました全国都市緑化鳥取フェアの情報と、それから木の祭り、11月3日に開かれる木の祭りの情報をお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。なんかあっという間に緑化フェアは1ヶ月が経ちましたね。そうですね、あの始まるまではちょっと長い期間かなと思ってたんですが、うん、あっという間にもう残りあと2週間となってしまいました。はい、ということで、はい、そちらの情報じゃあまずはお願いできますか。はいはい、9月21日土曜日から開催されている水と緑の祭典第30回全国都市緑化鳥取フェアも閉幕まであと2週間となりました。
来週11月3日日曜日には午後2時から地毛市場ステージで鳥取フェアアドバイザーのポール・スミザーさんとカリスマ演芸家や日本演芸会の巨匠によるトークセッションが行われます。また翌日11月4日月曜日にはポール・スミザーさんがナチュラルガーデンを案内するナチュラルガーデンアドベンチャーも行われます。はい、なんか楽しそうなイベントですね、はい、そうですね、うん、あのフェアの会場の中をあのポール・スミザーさんがあの案内してくださるということで、はい、多くの前回も多くの方があのご参加されたということですので、ぜひもうあと残り1回になりますの で, そうです、ね、はい、皆さんにご参加いただけたらと思っております。はい、あのポール・スミザーさんはナチュラルガーデンを作られた、はい、そうですね、方ということなので、はい、結構じゃあ見落としてる部分とかもね、そうですね、うん、あると思いますので、ぜひポールさん の, あのアドバイスを聞きながら、ね、こういったことができるんだよということを見ていただけたらと思います。はい、11月3日4日ということで、どちらも皆さんぜひお楽しみいただきたいと思いますが、地毛、はい、市場は結構いろんなイベントが、そうですね、毎日行われております。地毛市場では各地の伝統芸能や地元パフォーマーなどによる賑やかなステージイベントが行われ、また美味しいグルメも充実しております。はい、さらに緑化フェア限定のお土産やお買い得な花の苗なども販売しております。はい、わかりました。こちらの地毛市場、あの毎日いろんなイベントも開催されてますし、はい、グルメも、そうですね、グルメも地元特産のグルメということでいろんなものが出品されておりますので、美味しいですので、ぜひ。ですよね、はい、美味しそうなもの本当にたくさんありますので、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、はい、そしてもう一つお知らせがありますね。はい、すいません、木の祭りなんですが、今年も11月3日日曜日午前11時から午後4時まで第36回木の祭りが開催されます。はい、今年も若狭街道マチパル鳥取前から鳥取市役所第二庁舎前までを歩行者天国とし、多彩なイベントが行われます。はい、ということで、はい、こちらの木の祭りは毎回ね、そうですね、多くの方がね、賑やかく開催させていただいております。はい、今年は何かこう注目のイベントなどがあるんですか。はい、会場ではですね、木にちなんだ催しやお茶席、コンサート、それからお子様向けのふわふわロビット、はい、シーズンマルシェなど、うん、たくさんのイベントやコーナーが参加、また姉妹都市の釧路市と郡山市の観光物産フェアも開催されます、はい、それぞれの都市の名産品や農産物の販売が行われますので、ぜひお越しください。はい、それからですね、はいはい、毎年ご好評いただいている苗木のプレゼントなんですけど、はい、午後3時30分から若狭橋場で行われます、はい、今年は大人の方にはサザンカとブルーベリーの苗木をそれぞれ200名様に、うん、はい、それからお子様にはチューリップの球根、花の種セットを、200名様にプレゼントします、はい、合わせて緑化フェア会場でもですね、木の祭りのチラシをご持参の方先着300名様に花の苗をプレゼントしますので、皆さんのご来場をそれぞれお待ちしております。はい、苗木が大放出大放出、ね、ということになりそう、はい、いいですね。でもサザンカだったらこれからの季節、そうですね、これからの季節がいい時期ですので、ね、そうですよね、はい、皆さんがたくさんあの苗木をもらわれていきます。大人気の、あ、そうですよね、毎回本当にね、はい、早くからね、そうですね、並ばれてますので、はい、皆さん今回は、午後3時30分から、はい、そうです、午後3時30分からとなりますので、はい、若狭橋場ということになりますので、はい、あの近辺にじゃあ行けばもう列が多分、ね、そうですね、多分列が、うん、あのできていると思いますので、はい、それを目指して若狭橋場にお越しいただけたらと思います。はい、11月3日の午後3時30分狙って、はい、皆さんぜひ行っていただきたいと思います。なんかお子さんにもじゃあお子さん用の特別プレゼントですかね。そうですね、チューリップの球根とか、うん、花の種のセットっていうのがお配りされますので、はいはい、こちらはじゃあ春に向けて、そうですね、ですね、ぜひ今から植えていただいて春を楽しみに待っていただけたらと思います。はい、はい、まあ、あの11月どちらもね、11月のイベントですけども、ね、はい、緑化フェアに関しては現在絶賛開催中、そうですね、今日もあのハロウィンのそうだ企画をしておりまして、ハロウィンじゃないですか、はいはい、実はですね、今回昨日と今日なんですけど、うん、まだ今日これから午後がありますので、そうですそうです、ハロウィンの、まあ、何か仮装をしてきて遊びに来ていただいたらですね、花トリピーのキャンディーをプレゼントしたり、それから魔法使い花トリピーというのがちょっとこの土日だけ出ておりますので、はい、特別トリピーですね、はい、ぜひ探していただけたらと思います。はい、魔法使いトリピーということになっております、はい、あのじゃあサッカー終わった後でも間に合いますかね。十分間に合いますね、はい、大丈夫ですので、5時までとなっておりますので、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあその際はちょっと仮装していくと、あ、
そうですね、そうしていただけると、はい、楽しいことがたくさん、はい、ありますので、お楽しみということで、はい、はい、よろしくお願いします、はい、こちらの旅館フェア会場はどちらになりますか。はい、小山池公園の方になります。はい、ではこちらの方にぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、皆さんにはぜひ今日は会場で魔法使い花トリピーに会えるということでハロウィンバージョンになっておりますので、はい、探していただきたいと思います、はい、さあということでここまでの時間は鳥取市さんから倉持さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ラディオバードスペシャルプログラムガイドレイトトリホームゲームラディオホームゲームラディオ With Ustream and FM Radio。Radio Bird Special Program. Gainare Tottori. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.FM 鳥取をお聞きの皆さん、こんにちは。
ガイナーレ鳥取背番号7番の横田翼です。さていよいよこの後13時から第38節現在首位のヴィッセル神戸との戦いになりますが、まずはどんな戦いになりそうでしょうか。そうですね、すごく力のあるチームなので、厳しい戦いになると思います。この戦いに向けて強化をしてきたところはありますか。今までやってきたことを、よりレベルアップしたプレーをするように、トレーニングしてきました。個人的にはどんなところでしょうか。個人的には、クロスの対応だったり、1対1の対応っていうのをしっかりと意識してやってきました。では今シーズン今日の対戦を入れて残り5試合となりました、意気込みをお願いします。はい、残り少ないですけど、しっかり残留に向けて、チーム一丸となって戦っていきたいなと思っています。最後にサポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、すごく厳しい状況ですけど、チームとともに、一緒に戦ってもらえたら、より一層力が出るので、サポーターの皆さん応援よろしくお願いします。レディオバードをお聞きの皆さんこんにちは。ガイナーレ鳥取背番号28番の林野誠です。さていよいよこの後13時から第38節現在首位のヴィッセル神戸との戦いになりますが、まずはどんな戦いになりそうでしょうか。うちも神戸さんも勝ち点が絶対に必要な試合だと思うので、すごく厳しい戦いになりそうです。この戦いに向けて強化をしてきたところはありますか。やっぱり勝ち点が必要ということなので、勝つためのサッカー、負けないサッカーっていうところを徹底して強化しました。自分的にはどんなところを強化しましたか。そうですね、やっぱりこの前の試合も失点してしまったので、失点しないような守備を強化しました。では今シーズン今日の対戦を入れて残り5試合となりました、意気込みをお願いします。残り5試合すべてで勝ち点を取らなきゃいけないと思うので、勝ち点を取れるサッカーをしたいと思います。改めましてサポーターの皆さんに向けて最後にメッセージをお願いします。僕たちも勝ち点を取るためのサッカー頑張るので、いつも通り熱い声援をよろしくお願いします。FM 鳥取をお聞きの皆さんこんにちは。ガイナーレ鳥取背番号16番の武田英雄です。さていよいよこの後13時から第38節現在首位のヴィッセル神戸との戦いになりますが、まずはどんな戦いになりそうでしょうか。やっぱり、神戸は強いし、本当に個々の能力が高いチームですけど、前半戦は勝ってますし、そういう意味では自信を持って戦いたいと思います。この戦いに向けて強化をしてきたところはどんなところでしょうか。ディフェンス面で前回、すごいもったいない失点があったし、全体的にはディフェンスはいいんですけど、本当細かいところを今みんなで確認して強化してきたんで、そこは見てほしいですね。個人的に強化をしてきたところはありますか。はい、個人的にもやっぱディフェンスのポジショニングだったり、寄せを意識しました。はい、では今シーズン今日の対戦を入れて残り5試合となりました、はい、意気込みをお願いします。そうですね、あと5試合で、順位も確かに今最下位ですけど、逆に5試合もあって勝ち点15は取れる状況なんで、そんなマイナスに考えずに残り試合全部勝つつもりで頑張っていきたいです。改めましてサポーターの皆さんに向けて最後にメッセージをお願いします。本当に長い間勝利をプレゼントできてないし、でもそれでも、どんな遠いアウェーでもホームの時もいつも応援してくださってるんで、皆さんに勝ち点3をプレゼントして、喜びたいなと、喜び合いたいなと思います。はい、Radio Bird Special Program. Special Program. Gatorade to Tory. Home Game Radio. Home Game Radio. With Ustream and FM Radio.時刻は12時52分を回っています。そろそろラストパートなんですが、ここでパーキングインフォメーションをもう一度だけお伝えしておきます。現在倉田スポーツ広場の駐車場、臨時駐車場、こちら満車です。そして新津ノ井が8割程度、グッドヒルが4割程度ということになっておりますので、スムーズにお車止めようという方で鳥取駅周辺にいらっしゃる方、ガイナーレの上りが立った定型駐車場というのが駅周辺に10箇所ございますので、そちらにお車を止めていただきまして、鳥取駅南口発のシャトルバス、
こちらで無料シャトルバスになっております。シャトルバスでトリギンバードスタジアムまでお越しになっていただきたいと思います。現在こちらの方にお越しいただくには、駅前にあります定型駐車場10カ所ガイナーレ鳥取の上りが立ってますので、そちらを目印にお車止めていただきたいと思います。さあということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ今日は非常に人が多かったですが、ヴィッセル神戸戦いよいよなんですが、さあどんな試合になりそうでしょうか。サポーター代表まやちゃん、はい、今日は神戸の方もたくさん来られてるんですけど、うん、ガイナーレが必ず勝ちます。お心強い言い切ったね言い切りましたね、はい、はい、必要なことです。はい、ということで、まあ、先ほどね石倉さんの話にもありましたけど、結構難しい試合になりそうだと。まあ、ただあの中であのどういった空気を入りで作るかっていう、ね、うん、お話があったんですけれど、まあ、それはサポーターの皆さんも一緒に、ね、作れることなので、うん、ぜひ今からでもお越しいただいて、うん、最初の、ね、そうそう空気をみんなで作っていきたいですよね、はい、の初めの5分ですよね。キックオフ5分から10分あたり、そうそう、 まだ間に合いますよね。そう、大丈夫です、ね、鳥取の人はね、はい、あと7分ぐらいありますので、はい、あの今すぐあの南口発のシャトルバス乗っていただけると十分間に合います、はい、キックオフまでに間に合いますので、ぜひこちらの方にお越しになっていただきましょう。前半のうちにね、はい、はい、そうそう、あの前半終わっても後半がまだありますからね、はい、はい、ということで今からでも十分間に合います。今日でも本当にお天気もいいのでね、あと空気が乾燥しているので、あ、そうですね、飲み物と あと唇がおそらく練習してかなりカピカピしてくるので、はい、リップクリームを持ってこられた方がそうそう、あの声出すとね、え、思いますね、はい、ということでそろそろお別れの時間なので、ではみんなでまたまた頑張りガイナーレでバイバイをしたいと思います。はい、今日はでもぜひとも勝ってほしい、本当に勝ちますよ、ぜひぜひぜひ、ね、勝ってほしい、勝つんです。そう、まやちゃんが勝ちますって言ったので、勝ちます。はい、勝ちます。勝ちます。ということで、では皆さんで頑張れガイナーレで締めましょうね。はい、せーの、頑張れガイナーレ。